バイ時代の初代演弱初代、実家は炎弱明治18年9月18日は、大阪出身の歌舞伎役者。本名は、天星昭八。野号は、河内屋。縄文は重ねいずつ、河右門は五つ仮金。背名は、西岸。大阪に、大工の子として生まれた昭八は、3歳の時、芝居者や、河内屋、小兵衛の養子となり、これがきっかけで、 芝居の世界に入った。天保九年、初代、実家は遠佐郎の門人となり、実家は信次と名乗る。天保十一年十一月京都南座が初舞台。この頃金に困ると衣装を出入りして裸の信次と呼ばれていた。まだ無名時代の中村総重郎と出会ったのも、この頃で二人で三味線と踊りのコンビを組んで、旅巡業を従うつが上がらず苦労する。 その後一時舞台を離れるが、天保14年に再び、縁三郎の門人となり、実川縁二郎を名乗って、浜芝居に出演する。安政元年実家を離縁された縁二郎は、叔父の尽力で、支持していた六代目、市川段蔵と共に、江戸に下り、安政三年、初代中村福助の門人となって、中村のべすずめを名乗った。その後すぐに四代目、 尾上菊五郎にその芸を認められる。菊五郎は、延べすずめを可愛がり、これを養子としたばかりか、安政六年には、菊五郎の名跡とは不可分なはずの尾上江梅子を、襲名させて、これを子がない自身の後継者に義した。しかし、梅子はそもそも尾上菊五郎が代々送電する、拝名で、初代から五代目までの菊五郎は、すなわち初代から五代目の梅子である。 そこに一門の出でもないものを無理に押し込むことに、とても承服できない音わや一門は、四代目、菊五郎が死去するとすぐに三代目、菊五郎の外孫をその光景に擁立する構えを、見せた。一門にそっぽを向かれ、名ばかりのおのえ賠孔となった延べ雀は、針のむしろに座らされたような日々を送るうちに病に、伏せてしまった。結局、延べ雀は賠孔を、おのえ家に返上し、 尾上家は、べすず美を離縁することで決着する。このため四代目と五代目の間にもう一人いたこの、倍イは、尾上倍バイ代々には数えないことになっている。またこの頃の評判機に、下本などと書かれており、上方仕込みの芸風が、江戸の観客の好むところに合わないこともべすず美に、とって致命的だった。久子、実家と復縁し、縁三郎門下にも復帰。 文久三年師匠の拝命である、円尺を頂戴して、初代、実家は炎尺を襲名する。しかしその一方で、実家は初め物の親子を、豆津屋からは抜け、新たに実家の親子にちなんだ、河内屋を起こす。以後はご都芸の研鑽に努めた。その後、大阪京都を中心に座頭として活躍。その舞台活動は、精力的で、出世芸となった、彩り入りをとぎぐさの、 水中早変わりでは、寒中にもかかわらず毎日長時間水に浸かり、体調を崩しても最後まで努めきった。元来の気の強さでしばしば中村総重郎と争ったこともあったが、晩年は温厚な人柄となり、総重郎ともすっかり和解して、大阪の歌舞伎界を支えた。私生活でも冗談を飛ばして、周囲を笑わせたり、遅く授かったこの小一が生まれた時は、 えらいこっちゃと喜んで踊りでし、その後も溺愛する小煩悩な一面も見せていた。ちょんまげを最後まで切らない保守的な一面もあった。実施の正一には、芝居なんか民でええと、歌舞伎役者にする気は、毛頭なかったが、その一方で、若き初代、中村元次郎には、早くからその才能を見抜いて、目をかけ、数え15の元次郎を、上町の自宅に引き取って門人に加えた。 そこで我が子同様に扱う傍ら、貢献をさせて身近で一から芝居を仕込み、将来の後継者として育てた。明治11年3月、地方周りで修行していた元次郎が数年ぶりに大阪に戻った時、炎尺は紅白二短半の羽舞台に、ギト恩を守り始めてや二日休の苦を据えて、相手子の門出を祝った。そして舞台を共にした。 青南夢物語の中で、親に離れて長い間、随分苦労してきたなぁと入れことのセリフを回して、その努力を称えた。晩年は、遠読で体調を崩し、明治18年正月大阪恵比寿座、島、千鳥楼この花の徳川家吉が、最後の舞台となった。55歳という若さであった。葬儀の時、長老の初代、小野民蔵は、意外に取り付いて、 五十五で死んでもたら、八十八のわしは、どないしたらええねん。と号泣したという。母書は、中央区円明字。戒名は、天遊院、円弱ひかがやき字。幕末から、明治初年にかけて、初代、実川円弱は、大阪では右に出る者もいないほどの人気を誇り、中村宗十郎、初代市川右段次と共に、延べ衆右と呼ばれた。 風彩の上がらぬ容姿としゃくれた顎、癖のある功績ながらも、独特の雰囲気を持ち、和ごとの世話物を得意とした。川章の自閉、ガの頼りの三十二五郎七が当たり役。ガの頼りの五郎七の、おたまどん、知らんがなあや、かあ、すかに聞こえるの、セリフ回しは、初代、炎着の口調が今日にも受け継がれている。穏やかで明るく、こってりとした芸風で、 その本格的な上方はごと芸は、この二代目炎尺や、同門の初代元次郎に受け継がれた。ありがとうございます。